Hello there, 始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、京都大学の英語、ね、2020年をちょっと分析してみようかなと思いますね。さあ、どうだったでしょうか、受けた皆様ですね。まあ、京大っぽさがだんだん薄れてってるというか、変わっていってますよね。何なんでしょうね。時代の流れなのでしょうか。ちょっとわからないですが、はい、見ていきますね。なんだってさ、京大といえば英文和訳じゃないですか。それが1台しか出ないんですよ、もう。そんなのってあり？なんかちょっと悲しいよね。和訳させてこそ京大って思ってたんですけど、私は。ちょっとね、残念。読解問題ですね。50点ですけども。そう、説明問題がね、主になっちゃったんだよね。どちらの大問でもそうですけど。まず最初の A の具体例として、このパラグラフでは、鉄砲棒が獲物に水を噴射して狩りをする能力が紹介されている。そう、ここまで書いてくれてるんだよね。でその能力の特徴3点、日本語で箇条書きっていいんだと思って、まあここは説明問題って大体まとめなきゃいけないことが多いんですけど、これまとめる必要がないので、その点では楽なんです。でさらに説明問題は先に言っちゃいましょうか。説明問題っていうのは該当箇所発見して、でそれをまとめるっていう作業で、このまとめる作業がいらない。でさらには該当箇所もすぐに発見できますよね。このエグザンポーズの後ろにこのエグザンポーズが載ってるから3つすぐに分かるんですよ。だから該当箇所の発見はいらないし、まとめる必要もないと。だから非常に楽。しかしね、その該当箇所の単語がむずいっていうね。京大勉強してる人、単語すごい人もいるとは思うんですけど、まあ国立大学の中ではやっぱりちょっとね、レベルが違うというか、はい、かなり難しい。どうでしたか、受けた皆さん。果たしてどう書いたんでしょう。逃げた人とかいましたかね。うまくこんな感じで逃げたとかね、あったらね、ぜひ知りたいです。で次、 B のミニブレインズとはミツバチの場合、具体的にどのような意味で用いられているか、本文に即して日本語で説明しなさい。そのミツバチ自体は非常によく出てくるじゃないですか。ミツバチのダンスに関してもちょっと触れられてましたけど、だからよくあるトピックではあるんですよ。ただてか理系、生物学系で文系の人は苦労した人もいるんじゃないかなと思いましたね。3つ目が和訳問題ですね。まあ構文的にはそこまで難しくなかったと思うんですよ。やっぱ京大受けるために構文の勉強をすごくたくさんしてた人はいると思うんですけども、そこまで難しい構文は出てなかった。ただしこれは形容の文の時にも言いましたけども、代名詞に気をつけないといけないですね。 Their performance とかね、ちゃんと見抜けましたか。訳で変な風になってないですか。で1文目にはThey がいて、2文目にも They がいますね。これ大丈夫だと思うんだけどな。まあでも訳した時にちゃんとできなきゃだね、やっぱね。3つ目の They は簡単だから大丈夫だと思いますが、そしたら全部ちゃんと代名詞を出してるっていうのがポイントなんですよ、これ。まあ、そこを問いたかったんだろうなっていうのが見て思ったところです。続いて大問にですね、ついにね、和訳がねえと。インディアンとして誇りを持つアメリカ先住民、まあそうですね、ネイティブアメリカンズって言いますけど、その歴史について語ったものであると。そうですね。まあ、理系系とこの文系の感じっていうのが出てくることが多いわけですね、京大は。で、A の理由を第2パラグラフ及び第4パラグラフの内容に基づき日本語でまとめなさいなんで、ここは、まあ、パラグラフを示されているので、そこは楽だったかなと思いますね。ただし、まとめなきゃいけないですね、この2つの該当箇所。さらにね、字数制限とかもついてないので、結構どうしていいのかなって思った人もいるんじゃないかなと思いますね。で、二つ目、下線部 B の理由を第3パラグラフの内容に基づきまとめなさいなんで、これもパラグラフの指定がされてるんで、その辺は簡単かなと思いきや、そう簡単にはできないでしょ。一筋縄ではいかない問題だなと思いました。だから得意不得意が分かれるんじゃないかなと思いますね。説明問題が得意な人にとってはラッキーですね。和訳があんまり得意じゃなくて、説明問題とかの方が得意ですっていうね、そっちの人たちにとって楽だったと思うし、逆に和訳ガチガチですごい勉強してきて説明問題の勉強あんましてないっていう、まあこれ国立落ちによくあるパターンなんですけど、一生懸命構文の勉強めちゃくちゃしてきて和訳めっちゃできるように練習してたけど、
で最後の方で過去問見て、あれ説明問題って何、どうやって解くのよくわかんない、練習してなかったって言って破滅しちゃう人って結構いるんですよ、国立大学ね。そういう人たちにとってはちょっと厄介だったんじゃないかなと思いますね。構文把握力よりもきちんと内容を把握してってまとめて相手に伝えることができるというか、そういう人を求めてるのかな。理解度を示してほしいっていうところを問うてるのかなと思いますね。ただね、まあ単語もむずいしね、内容もむずかったでしょう。そして、はい、大門さんですね。和文英訳になりますね。まあちょこちょことポイントが、ありますね。お金のなかった学生時代にはやっとの思いで、手に入れたレコードを擦り切れるまで聞いたものだ。まずこの擦り切れるでしょ、なんて訳しましたかね。レコードって知ってんですかね、そもそもね。まあ、知ってるか。あ、でもバイナオっていうのは知らないんじゃない。早慶クラスの授業でやったけど、歌のタイトルや歌詞も全部覚えていた。それが今ではネットで買ったっきり一度も聴いてない CD やダウンロード作品が山積みになっている。ああ、こうね、そうね、ネットで買って CD もネットで買ってるってことだよね。でダウンロードして、ネットでダウンロードして全然聴いてないものがまあたくさんあるってことでしょうね。 CD だけだったら確かに山積みっていけるけど、データでダウンロードしたものをね、山積みって、ね、物理的にあるわけじゃないしね。で持っているのに気づかず同じ作品をまた買ってしまうことさえある。そう、私本よくやるよこれ。で、物がないからこそ大切にするというのはまさにその通りだと痛感せずにはいられないですね。何々せずにはいられないとか、痛感、持ってないからこそ大切に、うん、難しかったんじゃないですかね。で、和文訳っていうのはそのまま直訳していかないでなくて、きちんと状況を考えてその状況を英語にしていってください。はい、4番ですね。自由英作、去年はね、自由英作がだから文章に基づいてってやつだったよね。今回は独立した、ね、問題として、登場しました。あ、そっか、長文の空所補充もなくなってるし、やっぱ結構変わってるな、うん、大学生の吉田さんが海外の大学へ留学しようとしていると、吉田さんになったつもりで担当者に奨学金についての問い合わせをする丁寧な文章ですね。回答欄に収まるように英語で作成しなさいと。そう、丁寧に書かなきゃいけないわけですよ。そこが厄介ですね。まあ、register って言ってね、この固い場面とかでは丁寧な表現を、でそしてカジュアルな場面では普段喋るような表現をっていう、これはね、日本人が全然習わないから、全部日本語にただ直すだけなんで、だから英作文ね、添削してても固い表現と簡単な表現がごちゃ混ぜなんですよ。そういうのってね、勉強していかなきゃいけないんですよ。この register は本当にやらなきゃいけない。でも日本の英語教育っていうのはそれ完全無視ですから、だからここね、できるようにぜひしてくださいね。今回の場合は、そう、大学留学の時にね、奨学金ですからお金ね、もらうわけですから、きちんとね、丁寧に書いてやらないといけません。まあ内容としてはトイックライティングにね、出てくるやつだよね。 E メールのね、返事とかっていう、あ、 E メールでね、何かしら質問したりなんだりするっていうのは出てきます、ね、まあただ奨学金とかね、場面としてトイックには出てこないですけど、出だしがさ、もう与えられてるんですよこれ。だから、to whom it may concern とかね、トイックでおなじみですね。ご担当者様へっていうですね。相手が誰だか分かんないときに使う表現ですね。to 誰々とか dear 誰々じゃなくて、to whom it may concern っていうですね。で、最後にはその best regards っていうふうにね、y 吉田って書いてますけど、best regards なんていうのも、これトイックでおなじみですね。締めの言葉として。で、だから、丁寧な表現を使うわけですけど、私はこういうもので、これについて書いてます、どうしたらいいか教えてくださいとかってね、そういうふうに書けばいいんですけども、こういうのやったことない人にとってはかなり大変だったと思いますね。まあ、逆に、英語普段ね、使ってるとか書いてるって人にとっては、ものすごく簡単だったかなと思いますね。だから、ガチガチの和文英訳とか、英文和訳っていうのは、まあ、出ることは出るんですけど、やっぱ説明問題だったりとか、こういったね、手紙、E メール的なものも出たので、今回は結構実用的な運用能力も試してるかなと思いますね。まあ、この形式が続くとは別に思わないですが、ただまあ、その丁寧さとかね、いうのは知っておいた方がいいですね。だから、帰国子女とかにはね、いるんだやっぱり、英作文書いてると、もう丁寧な表現じゃなくて、全部カジュアルになってて、もう話にならないとかっていう人っていたりするんですよ。なんでね、こういう力もやっぱちょっと必要になってくるんじゃないかなと思いますね。英語にだってもちろんね、あるわけですよ。Hey yo, what's up man? とかってやっちゃいけないですから、ライティングでね。一回めっちゃカジュアルな感じで大学の先生にメール書いた時にね、ダメだって怒られたことありますからね、私。アメリカ留学中に、そう、日本でお世話になった英語教授法のね、先生がいるんで、その先生にメール書くんですけど、その学校のパソコンで日本語打てないんで、全部英語で送ったんですけど、それカジュアルすぎだっつってね、言われたんでね。だからその時にも、
ああそうか、そういうのって気にしなきゃいけないんだなって思ったし、あとはその英語教授法で英語を教える勉強してたんで、その時にきちんと場面に合った英語を使えるようにしなきゃいけない。だからケンブリッジ英検とかでもそうなんですよ。スピーキングの時も IELTS でも最初の方はカジュアルな表現でいいんだけども、後々ね、このスピーチ的なものをする時はちゃんとアカデミックな表現使いましょうとかっていうのはあったりするんですよ。だこういう、ね、勉強っていうのはこれからもしかしたら必要になっていくんじゃないかな、もっとっていうふうに思っています。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.